皆さんこんにちは。コーヒーを愛しすぎた男、岩崎泰三です。本日は私の大好きなガテマラのコーヒーについてお話ししていきたいと思いますが、一瞬大好きなの前に間が空いてしまいましたけど、正直言ってですね、私は全てのコーヒー銘柄の中でガテマラが一番あれなんですよ、正直なところ。まあ、はっきり言ってしまうと、まあ、いろんなコーヒーそれぞれの良さがあるんですけど、一番好きなコーヒーはエチオピアです。なぜならば味の構成がシンプルで理解しやすいんですよね。エチオピアのどこが魅力なのって聞かれたら、もういくらでも言葉にして説明できるんですけど、ガテマラの良さを説明してって言われたら本当に言葉にするの難しいんですよね。まあ、一言で言うならば複雑っていうのはあるかもしれないですね。コンプレックスっていうのはあるかもしれませんけど、それって説明できてないじゃんっていう話じゃないですか。だ、説明屋としては、説明屋になっちゃった突然コーヒーを説明して回ってる人間としては、ガテマラほどミステリアスなコーヒーないんですよ。一言で説明できない。一言で説明してほしい方はぜひビリショタウフシティローストの動画に行っていただければと思いますが、本当にガテマラのコーヒーって難しいんですけど、そのミステリアスな魅力がまたたまらない。ガテマラのコーヒー、私も昔からずっと飲み続けてますけども、その捉えどころのない謎の魅力、そちらについて今日は迫っていきたいと思います。すでに焙煎動画が上がっていると思います。グアテマラの、まあ、もしかするとコーヒーシーンを大きく変えていくかもしれないカルロス、ね、彼のコーヒーをここで焙煎しまして、その仕上がったコーヒー豆を今からドリップするということで、この動画の中でどういうアプローチでコーヒーの味を引き出していくかというところのお話を皆さんにぜひ聞いていただきたいと思いますので、ぜひとも最後までお楽しみいただきたいと思います。それでは行ってみましょう。あれ、ガテマラのコーヒーの魅力について最初に私がオープニングで前置きとしてお話ししましたが、まあ、なかなか捉えどころがないんですよね。捉えどころがないっていうのは、いろんな味があるってことです。さまざまな味が一気に共存してるんですよ。酸味、甘み、コク、苦味、あとは独特の渋みみたいな、何なんだか分かんないですよね。いろんな要素が全部ギュッてあって、どちらかというと相反する成分、まあ例えば甘みと苦みとかですね、まあクリアな酸味に対して渋い味わいが対極にあるようなものが同時にギュッてなってるんですよ。で、このバランス感っていうのは本当に意味が分かんなくてですね、まあ私の血の中に B 型の血があればもしかしたら何の違和感もなく解釈できるのかもしれませんけど、実際にこれまで私が数万人の方にコーヒーを入れ続けてきた中で、ガテマラが好きなんだよねっていう方はね、だいたい B 型というねことになってますね。アッピー、今日は美味しいガテマラを入れますからね。本当にね、血液型でコーヒーを語るのはどうなのかってね、いろんな方から言われておりますけども、まあ、やっぱり私のような O 型の人間はエチオピアとかああいう安心感のあるバランスに惹かれる。どうでしょうかね、皆さんコメント欄でいろいろとお答えいただければと思いますけど、まあ、とにかくガテマラは直感でその魅力をバンと理解する。どちらかというと理屈っぽく考えずにあるがままその味の構成バランスを受け入れるという、まあ、そういう飲み方が、まあ、一つの楽しみなんじゃないかなというふうに私は思っております。そのガテマラのコーヒーを今回はちょうどシティロースト、うちの焙煎所では普段はフレンチロースト直前、まあ、フルシティの一番奥ぐらいまでちょっと深めに焼いてるんですよね、このコーヒー。どちらかというとガテマラって深入りにした時のもうパワーがものすごいんで、今回は私の新しい EC サイトノード、こちらで販売するコーヒーということで少し手前にして、まあ、完全に味わいのど真ん中狙いというね、まあ、そういう焙煎アプローチで焼いております。このシティローストのガテマラを今からドリップしましょう。まあ、ちょっと専門的な話になるんですけれども、ガテマラのコーヒーがなぜ複雑な味わいを持っているか、これに関しては産地の土壌の特性、これが非常に大きいって言われてるんですよね。で、この話をし始めるとめちゃくちゃ長くなっちゃうと思うんで、
まあ、ガテマラ火山がたくさんあって温泉がバンバン湧いててみたいな、まあ、その土地のミネラルについて語るときはぜひともこのコーヒーをまあ作って日本まで運んできてくれているカルロス、彼を呼んでですね、このグッドコーヒーファームスの取り組みと一緒にガテマラの魅力について語るって動画別で撮りたいと思ってますから、ぜひともそちらも楽しみにしていただきたいと思います。それではトリップスタートです。さてそれではレシピなんですが、いつもの通り、まあ、コーヒーのど真ん中狙いということで 20g で 260cc っていう泰造基本レシピ的なものを踏襲していきたいと思います。 20g を中細ぐらいですね、少しセンターより細めにして、まあ、様々な味のバランスを出してあげましょうという、そういうアプローチで。では行ってみましょう。温度もちょうどいいところですね。少し低めの温度でいきたいと思います。86度。今日はちょっと気が向いたのでストップウォッチで時間を計りながらやってみたいと思います。まずは平らにならしましょうね。さてそれでは行ってみましょう。今日は珍しくタイマーとともにやってみたいと思いますが、最初はとにかくじっくり丁寧にガテマラが持っている深いボディ、コクの世界、これを表現してあげたいと思います。今日は焙煎から5日目、ガスの発生もかなり多いタイミングになっております。お湯の温度は86度。じっくりゆっくりという設定ですね。およそ1分ぐらいかけて最初の濃厚な一滴を取り出したいなと思っております。じわじわ来ておりますね。さあそろそろ一滴目が来る頃かなと思います。この濃厚な最初の原液も蒸らしのような形で止めることなく引き続きそのままドームを形成していってあげましょう。ガラスサーバーの底が一面覆われた頃、少しずつスピードを上げていきますよ。さあトントンと落ちていた原液が2に変わりまして、ドームの許容量をしっかり生かしてあげてスピードを上げ始めます。この時にどこまで上げるんですかという質問が多いんですけれども、最初にどのぐらいのキャパシティを持ったドームが作られるかによって上げるスピード、まあ攻められるお湯の量、攻められるというのは注げるお湯の量ですね、これは変わってきますが、だいたいスタートした時の粉面、そしてドリッパの一番上、その中間ぐらいのラインまでドームは持っていってあげたいですね。もちろんその線を目安に増減することはあると思うんですが、ドリッパーの中をこういう、まあ、トップを基準にして、まあ、あとはリブが入っている中心の線を基準にして、ん？どうしたの？そうで、理解して把握してあげるとどの程度攻めているのかというのが自分で分かりやすい一つの目安になるかなと思います。さあ抽出前の粉面、そしてドリッパーの上部、その中間あたりを今狙ってスピードをコントロールしております。さあ間もなく完成ですね。 20g で 260cc ということで仕上がりました。
今日は焙煎をしてから日が浅いので、まあ、スピードはもう少し寝かすと変わってくるかなと思いますけれども、こんなところでフィニッシュです。さてと、今日は私のお気に入りのケメちゃんで飲んじゃいます。いや、これいいんだよな、この蓋でアロマを閉じ込めて。もう香りからね、やっぱいろんな成分がギュッと詰まってるのを感じますね。では早速行ってみましょう。メシアガーデン。鼻で飲みたい。この味、もうすべての成分がもうこの中にすべて集まっているという。でもその中で突出して何があるってことでもないんですよ。でその突出して何があるでもないっていう、そのミステリアスなバランス感を表現するシティロースト。今日は焙煎から5日目ということで比較的タイミング早いので、まあ、苦味とか香ばしいエッセンスがちょっと強めに立ってますけれども、それでも味の内容はというと、特に何かフルーツに例えられるわけでもなく、いわゆるスペシャルティーコーヒーのフレーバーコメントみたいなものもなかなか出てこないですよね。でもその言葉にできないけど黙ってうまいみたいなね、そういう世界がガテマラの深入りのコーヒーにはね、まあ、このコーヒーは深入りの入り口ぐらいですけども、何とも言えない絶妙な世界。ハッピーに飲ませたいね。いきますか。いいですか。いただいてみましょう。いやー、感動のその表情がお見せできないのが残念。飲んだ瞬間声出て笑っちゃうぐらい美味しいですね。そうでしょ。こういうコーヒーが好きですよね。はい、でも知ってるんですよね、それは。いや、私 B 型の血入ってんだろうなってこれを飲んで好きって感じてすごく思う。うまいんだよね、でも、はい、なぜうまいのかがわかんないんだよ。もう魅力はすごく気になるし、ただなんかいろんな苦味とか酸味とかいろいろ入ってるけど、その日の気分によってなんとなく今日は先に苦味が立つなとか、でも明日はまた気分が違うから、何を強く感じるかっていうことね、はい、それはありそうだよね。それにまあ今入れて最初は苦味とかエッジが強めに立ってたけど、もうこのぐらいの温度帯になってくると酸味が結構わーっと見えてきて、それもシュッて酸じゃなくてわーって出てくるんですよね。みんな友達って感じ。みんな友達って感じ。そうか、世界平和か。なるほどね。この中の味があーだこうだとかごちゃごちゃ言うんじゃなくて、みんな仲良くしようぜと。素晴らしいコーヒーじゃないですか。まとまってんだよ、なぜか。いや、なんでこんなに違うキャラクターがまとまってるのかっていうのは本当に分かんない。そういうことかね。皆さんもぜひそこはご自身でね、美味しく調和の取れたコーヒーを、まあでも絶対調和しちゃうんだよね、いろんな奴らがいるんだけど、この味の中にね。まあ、ガテマラと一口に言いましたが、様々な産地があって、ガテマラの中でも今回はハラパというね、一番有名なアンティグアという産地ではない場所で作っております。いろんな有名な産地ガテマラ点在してますけども、まあ、その土地土地でキャラクターあります。農園ごとにかなり突出したキャラクター作ってるところもありますけども、おしなべてガテマラやっぱりミステリーで、そのミステリアスさを私がもう完全にポジティブに解釈して、よりミステリーなバランス、何もないようで全てがある、まあ、こういうコーヒーをね、焙煎しました。皆さんもぜひちょっとこの動画参考にしていただいて、ガテマラのコーヒードリップ楽しんでいただければ嬉しいです。
さあこれまでいろんなコーヒーについてこういったドリップレビュー、そしてそれに関連する焙煎動画を上げてきているんですけれども、ぜひとも皆さんそちらの別のコーヒーの銘柄についても動画チェックしていただければ、比較をしていただいて、まあ、それで楽しんでもらえるかもしれません。もしチャンネル登録お済みでない方いらっしゃいましたら、登録の方もぜひよろしくお願いいたします。そして今回ご紹介しているこちらのガテマラのコーヒーも、私の新しい EC サイトノウド、こちらはもうウェブサイトと紐づいた EC がオープンしておりますので、そちらで皆さんにご購入いただけるように整っていると思います。ぜひとも概要欄の方からそちらもチェックしていただければ嬉しいです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ハッピーなコーヒーライフを。